本州に上陸する模様です。ねえお母さん、おばあちゃん大丈夫かな。さっき連絡してみたら今のところは大丈夫そうだけど、役場の避難所も避難したんだって。そっか。この台風は猛烈な勢力を保ったまま上陸する恐れがあります。県知事より災害派遣要請です。被害が想定される場所へ初動対処部隊前進を開始します。双丸川双丸地区にて氾濫を確認。双葉地区の国道双葉で土砂崩れを確認。県の対策本部などに共有します。防災ヘリが要求助者を確認。110番通報や119番通報の状況はどうなってる。民家が土砂崩れに巻き込まれたと通報あり、人命救助を最優先に活動してください。大丈夫ですか。助かりました、ありがとう。誰かいませんか。わかりますか、聞こえますか。救助された方が自衛隊のヘリで病院に輸送されていきます。ここっておばあちゃんの家の隣町だよね。おばあちゃんが避難したところは大丈夫？なんだか心配になってきたわ。電話してみるね。もしもし、お母さん、そっちは大丈夫？ええ、大丈夫よ。少し前に避難所に自衛隊の人たちが来てくれてね、ご飯やお風呂を用意してくれたの。あ、本当だ。自衛隊のツイッターやホームページに食事や入浴の情報が出てるよ。けどお母さん、アレルギーがあるのに調べずに食べて大丈夫なの？それがアレルギー表示や使った調味料の袋を出していてくれたから安心して食べられたの。おばあちゃん、自衛隊のお風呂に入ったの？ええ、仮設テントの中に大きなお風呂があってね、気持ちよかったわ。さっきまで生きた心地がしなかったけど、温かいご飯とお風呂のおかげで少し落ち着いたわ。状況が落ち着いたら家の様子を見てくるわ。無理はしないでね。重機通ります。災害が起きた時、自衛隊は人命救助を最優先に全力で対応し、ドローンを使った被害状況の調査や被災地での給食、入浴、給水支援のほか、災害廃棄物や土砂の撤去、流木などの処理、防疫などの支援も行っております。また災害派遣活動のほか、被災者に対する音楽活動も行います。このような大規模災害だけでなく、日頃から自衛隊は離島などの救急患者の急患輸送にも尽力し、国民が安全に日々を送れるように活動しています。本土の病院に向かいますね。災害派遣の任務を終了し、期待します。ありがとう、本当に助かりました。今回の任務も大変でしたが、あの声を聞くと報われます。災害にあってお辛いはずなのに、俺たちの方が元気をもらっているな。自分、もっともっと頑張ります。地震、豪雨、台風など、世界の中でも災害の多い国、日本。自然の猛威により災害が発生したときに、いち早く被災地に駆けつけ、人命救助や人々の生活を守ることが、自衛隊の任務の一つです。そのためにも、全国の基地、駐屯地には、初動対処部隊、ファストフォースが24時間体制で待機をしています。災害対応には昼も夜も関係ありません。これからも自衛隊は一人でも多くの国民を守るため、笑顔を守るため活動していきます。